先にコミュニティだと思うんですよ。ああ、どう言えばいいの。つまりインココミュニティ、僕の友達のインコ好きな人がインコのなんか出すと、うん、インココミュニティ数はあっという間に広まるんですよ。何千人インコ好きのフォロワーがいたりとか、インコ友達がいたりとか、インコライブやってる来てくれる人みたいなのがいるわけで、でそこからまたさらに拡散していくから。でも彼が例えば別のなんか写真、写真アプリをトゥードゥアプリ作りましたって言っても、それはおそらく全ほとんど広まらない、だから彼はトゥードゥアプリなんか作る必要はない、ないっていうか作らなくてよくって、インコの何かする、それこそトゥードゥアプリ作るならインコトゥードゥを作ればいいわけで、そこに特化したもの、それはもう彼はコミュニティ持ってるから、それで広められる、広め頑張って広めるぞってやらなくても広がっちゃう、